おはようございます。すすきの YouTuber たま様とぶーちゃんです。はい、というわけで連チャン企画なんですね、これ。やってきましたね僕ら服も何も変わってないことは、そういうことですね分かる人はね、前回の動画からね見ていただけると分かると思うんですけど、はい、はい、ちょっと今あるチャレンジをした後にまたこのチャレンジを、はい、続けざまでやってます。はい、僕らの胃は持つんでしょうか本当ね、本当あれやった後きついなみたいな感じだけど、はい、はい、というわけで今日は、辛いカップ麺4連チャン、はい、はい、ありがとうございます。見えますでしょうか、こちらから、セブンイレブンで売ってますね、これ、北極ラーメンですね。はい、はい、中本さんの北極ラーメンのカップラーメンです。うん、これが台湾ラーメンのカップラーメンです。これ北海道に売ってない、多分中国地方とかそっち系のラーメンですよね。うんうん、そしてこれがペヤングの、カレー味、うんうん、どうも辛いらしいです。激辛カレーって書いてあるのね。はい、うん、で最後カラオ、カラオで言うのいいのかな本当に、うん、カラオですね、うん、さんが待っております。ちょっとじゃんけんして、うん、勝った人どれか選ぶっていうそう、うん、責任持ってその人は食べるっていう男気じゃんけんね。はい、うん、行きましょうか。食べたいな最初はグッじゃんけんおい。あー、というわけでね、僕勝ったんでどうしようかな。でもなんか一応なんかね、気になってるからこれを一応、はい、中本さんですか。はい、中本さん行きましょうか。はい、ちょっと特殊ですよね。うん、僕台湾ラーメン行きましょうか。うん、うん、こちら行きますよ。うん、はい、いやこの感じ言うとこっち行ってみたいんだよな。おう、カレーの方ですか。うん、じゃあ僕このカラオさん、うん、今気づきましたよ。カラオさん、辛さレベル、辛さレベル4っていうスケールが書いてあります。4って書いてあるね、すごいこれなかなかの辛さかもしれないですね。うん、ということで、1個ずつ行きましょうか。行きますか。はい、先に買ったタマ、うん、様から、はいはい、こちらですね。じゃじゃん、じゃじゃん、北極ラーメン、イエー、いきますよ。これは僕知ってるんですけど、うん、中本さんってなかなかな辛さのラーメンを売りにしてるラーメン屋さんですね。うわー、辛いなこれなんか見てるだけで見えるかなじゃじゃん、あ、辛すぎいや、大丈夫です、はい、これね、赤いんですよ、うん、めっちゃもう中身が赤いんですよ。真っ赤だね。はい、じゃあこの中に入れてきますよ。はい、5分経ちました。というわけで、はい、行ってみたいと思います。さあ、匂いが辛いですよ、もうすでに匂い辛いです。これはさあ、いいね、いい感じに赤くこれ赤いですね。移したい、いただいて、はいはい、こんな感じでね、中本さんですね。はい、中本さん、こんな感じで、で、こちらまずね、真っ赤なんですよ、もうスープ、うん、で、その激辛オイルを入れますよと。はい、赤いすごいな、これこれはなかなかですな。ガーッと入れて、はい、赤いっていうか、カメラ上黒くなりましたもん。混ぜますよ。はい、はい、なんか箸がもうなんか赤いものも、うん、あららららら、うわー、あらららら、らここでもなんか麺的にはこうコシがしっかりしてるっていうか、うん、ね、平麺チックですよね。うん、なんか普通のカップ麺とはまたちょっと違う感じがしますね。それは5分待たせますからね。まあ、どん兵衛ぐらいですよね、はい、うわー、もうここで辛いこれを食うのみたいな、もう鼻に汗かいちゃうすごいよこれ。さあ、行ってみましょうか。飲み物ちょっと、はい、さあ、いただきたいと思います。あー、すげー辛そう。はあ、いただきます。結構いきましたよ。うん、あなんかね、あ、すぐ来る、すぐ来る。なんかあっちこっちに来る辛さが。
あーそういう感じ。あでもなんかね、後引くっていうよりはすぐ来るタイプですね。あー、うん、喉がすごい痛いとかじゃない。うん、あのこれは多分痛くなると思うんですけどあーもう二口目から辛いうん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 、ああもうね、ふんふんしか言ってないです。ああどれぐらい減りました？全然減ってないまだありますよなんかあの、残らないんだけど、うん、その瞬間瞬間が辛いっていうもう汗かいてるし、ダラダラかくこれ。ああ喉にああいや味は美味しいですよ。味は美味しいですけどね、うん、でもね、あんまり残んない辛さですね、これね。うーん、うわーって、食べた瞬間来るみたいな。でもね、ヒリヒリしてるもう口の中ヒリヒリしてる、だいぶ。あー、まあ、うん、あー辛いもの好きはね、いける感じの。そうそう、またちょっと辛さのね、質が違うからあれですけど、あ、なこれ唇腫れてそう、はい、あの唇が赤いですもん次々いけないこれ一回一回でもう、ああ頑張れ俺。まあカップラーメン美味しいんで頑張るものじゃないんですけどね。そうね、うん、うまい、うん、うまいけどズズズズズっていけないだいぶ辛そうですね。はっはっはははしか言ってないですよ。あ、言ってないよね、こうね、言えない、言えない、ははしか言えないんだよね。こう、あの、もう頭皮もじわっとこう、汗をかいてた。これ、あの、一番引いちゃいけないの、自分で引いちゃったパターンじゃないですか、ね、これもうそろそろなくなる感じですか。半分以下はいったと思うんですね。おお、だいぶいきましたね、うん、半分以下はいった。まあスープ飲んでないんでうんあ、もうね、あのね、舌が死んできた、うん、そろそろあれかなと思って、舌が死んできた、うん、結構いろんなもの入ってますからねうはっ、うん、でもやっぱりこんだけなんか出汁が入ってるから、うん、なんか味は濃厚な、うんうん、辛いものを食べるとやっぱり鼻水は出ますよ、うん、さあラストスパート、頑張って食べてお、食べ終わりましたか。こんな感じになりましたね。あ、食べ終わりましたね。これね、あの麺食べてると気づかないんだけど、スープこうついたらもうすごい喉についたらなんかこうハッてくる。じゃあ最後スープ一口飲んで、はい、なんか CM 来るんじゃないですかね。やばい、失礼、あのね、顔全体に汗かいてるはあ、はあ、うん、もうちょっとかな。あーあどうでしょう食べました。あ、はあ、お疲れ様ですはい、はい、ということで、はい、いただきましたけども、はい、1個目ね、北極ラーメン、はい、蒙古タンメン中本さんの北極ラーメン、さすがにね、この出汁がいろいろ出てるんで、うんうん、あのこんなになってっていうのはあれなんですけど、うん、これ、ほんとね、風味がすごい美味しいので、辛いの本当に大丈夫っていう人はもうこのままもうスープもずっとこうね、うーん、いける感じだと思います、はい、うーん、まあ、熱そうでしたよねもう、見たらわかるんですけど、唇真っ赤ですからねちょっと僕も飲んでみていいですか。あ、どうぞ。
しょ。すごいでしょ、すごいでしょ。なあ、あの鼻の裏が痛い。鼻の裏が痛い。うん、一気に飲みすぎた。蒙古タンメン中本さんの、はい、北極ラーメン、はい、美味しいです。美味しい、美味しい、美味しい、美味しいです、はい、すごい美味しいけど、辛いもの好きじゃないとなかなか食えないんで、はい、あのヒーヒーになりますんでね、はい、ぜひちょっと食べてみてください。気をつけて、あのね、唇とあの後ろの方はもうすごいなると思うんで、はい、べっしゃべしゃですね。もうね、あの本当じんわり、あの全身に汗かいて、うん、全身的に汗かいてます。はい、はい、ということで、はい、中本の蒙古タンメン、はい、クリアということで、クリア、はい、いただきました。はい、ありがとうございます。次の動画では僕が、はい、台湾ラーメンを食べたいと思います。ありがとうございます、はいはい、皆様よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。